さて、Thank you. Love you. I would say today was more of like a down day for me, like just feeling wise and being able to locate certain pitches. I felt like I was able to manage very well. And, there's a lot of traffic on the bases. I call it traffic on the bases. And I was able to manage those situations and work my way through some very high leverage situations. And in the end, you know, that's what matters is game management. I felt I did. Good writing. Thank you. Thank you. Thank you so much.
Yeah, bus through. Balls. ディズニーが出て向かって、一番左こっちアナウンサーの方じゃあ一番最初インタビュー最後で最初鍋締めよ一番一番鍋が面白いこと言う鍋が面白いこと言うマジで ビーズリー来たら写真もらってもいいですか？はい、すいません。じゃあ、携帯の方ですいません。いきます。はい、チーズ。立てもいただきます。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。どうした？まずはナイスゲームでした。1打点目、先制点のタイムリー、まずは自分で振り返っていただいていかがでしたか？そうですね。本当に昨日悔しかったんで、今日のすごく試合に
に強い気持ちで臨んでましたし、特に1打席目をすごく意識してたんで、まあ、チャンスで回ってきて、まあ、なんとか先制点先に取って優位に進めようって思ってたので、まあ、本当に一球を仕留めれてよかったですね。改めてですけど、昨日、まあ、ああいう試合があって試合終わった後ベンチで、まあ、目に焼き付けるように皆さんの表情が変わってるのを自分は見たんですけど、まあ、そういう意味で今日の試合は木浪さんから見てチームの雰囲気含めていかがでしたか？そうですね、やっぱりやられたらやり返すっていうのがやっぱり自分たちだと思いますし、今日、まあ、昨日ああいうゲームでしたけど、まあ、しっかりとこうみんなが今日の試合に臨めてたので、まあ、それ良かったなと思います。やばね。まあ、改めてになりますが、まあ、明日一通り終わりましたら交流戦突入というところで、まあ、すごくまた転換期といいますか大事なゲームになってくるかなと思うんですが、そこに向けて一言いただいてもよろしいですか？そうですね、やっぱりここがすごく大事だと思いますし、3戦目で勝って、勝ち越せるように、はい、しっかり準備してやっていきたいです。ありがとうございます。ナイスバッティングでした。お疲れ様です。お疲れ様です。まずはナイスホームランでした。ありがとうございます。振り返っていただいて感触等いかがですか？いや、本当感触はすごく良かったんで、はい、言ってくれるかなと思いました。まあ、でも本当ね、土曜日のこのね、デーゲームで超満員の中で打てたっていうのはすごい嬉しかったです。一軍に上がってきてからものすごく亮さん調子よくチームに勢いをつけてるのかなと思うんですけど、そこら辺含めてご自身いかがですか？まあ、でもね、まだまだチャンスでなかなか打てなかったりとか、まあ、まだまだ迷惑かけた部分も、ね、あるんで、まあ、これからしっかりそういう場面で打てるようにまた練習して、はい、頑張っていきたいなと思います。昨日まあ、ああいうゲームがありまして、りょうさんも出場されたと思うんですけど、はい、すごく惜しい当たりを、まあ、話しながらのこの今日の打席だったと思うんですが、そこら辺の思いとかはいかがですか？そうですね、本当の人なんていうのはね、まあ、野球選手として本当に悔しいことですし、うん、まあ、なんとかそれをね、やり返せたっていうのは、はい、良かったですけど、まあ、またこれから試合続くんでね、また引き締めてやっていきたいなと思います。最後にファンの方に一言いただいてもよろしいでしょうか？はい、今日は応援ありがとうございました。また明日と交流戦と続くので、ご声援よろしくお願いします。